ンプと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、こういう時はもうバンド、説明限るんですけども、エドバッグの1回戦 のベースの担当の将軍という人がいまして、彼の将軍というところから連想しまして、バクというのして、バクといえば江戸だなと。そしてですね、一応見てもらったら分かるんですけども、江戸の映画「笑いの笑」っていう字なんですね。僕らが歌う、今から歌う高橋さんの「笑い」にちなんで、江戸バクって、読み方をちょっと変えたっていう、くんとみなさい、ちょっと足早ですが、では曲に歌わせていただきます。では聴いてください。調子悪い。今ちょっと